フライボーでございます。フライボーです。ギターとベースの音楽ユニットです。抱負ってレゾリューションっていうんだって。あれ地球ガーって、あれレボリューションやあ、そうなのね。レゾリューション、レゾリューションっていうんですって。ほー、勉強です ね, ね レゾリューションニューイヤーレゾリューションで新年の抱負。ほう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 。じゃあ今回それを話しましょう。レゾリューションしていきましょうレゾリューションしていきましょう抱負していきましょうだから違う。そうですね。じゃあレゾリましょう今年の抱負を。中途半端なギャルみたいなはい、タズの抱負いきましょう、はい。今年はね、この間ライブやって思ったんですけど、うん、まあああいうのを場数こなすことって大事じゃないですか、うんうん、で経験値なんですよ、うん、1個ライブやれば、うん、それが成功失敗にかかわらず経験値が入るんですよ、うん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 、でもう俺もレベル50なんですよ。あ、この間ショコタン風に言うとね、そうレベル50なんですでこの間プレゼントいただきましたけど、うん、もうレベル51になったんですよ。レベルアップしたんですけど、でもそれって経験値なんですよ、うん、あくまで、うん、スキルアップとレベルアップは違うよねっていうところを、うん、今年はだからね大してね、レベルアップとスキルアップを、うん、の違いを意識してみようですよ。あ、今年のテーマ。要はそのだ、例えば曲作りやるじゃないですか、うん、でそれはもう俺か初めて DAW を触った頃に比べたら、うん、レベルアップしてるんです、うんうん、それはなぜかって言ったら何曲も作ったからですよ、うんうん、で曲数こなして経験値積んで、だ例えば同じフレーズを作るにしても、うん、今速くなったわけですよ、うんうん、半分なり3分の1の時間でできるようになったけど、それはどっちかっていうとレベルアップじゃないかと。なるほどね、うんうん、じゃあスキルアップっちゃなんだ、なんじゃいっていう話になってくると、うんうん、じゃあロープレイで例えると、うん、まあ某 DQ ですわ、うん、DQ でレベルが足んないな、倒せないなと思ったら、うん、数値の底上げをしてあげればいいんです、うんうんうん、じゃあオートモードで、うん、例えば某スライムがいるところばっかり、うん、で100万回戦うか、うん、もしくはメタル系がいるところで、うん、某メタル系がいるところで10回戦うか、うん、そうね、うん、どっちにしてもでも経験値的にはそんな変わんないんですわ、もらえる、うんうん、だから雑魚ばっかり相手にしてても経験値は入るし、うん、だけどなんだろうな、武器自体変わってないよねっていうところでしょ、うん、要はスキルアップっていうのは、うん、その武器をさ、攻撃力プラス 5%、うんうんね、防御力プラスあのバギ系、あ、某、うん、バギ系、うん、5% 削減してますっていう、そう、じゃあスキルちゃう、じゃあ音楽でなんだねって言ったら、うん、例えば DAW であれば、うん、新しいエフェクトの使い方1個覚えましたよ、うんうん、で例えばミックス今までこういう風にやってたものを、うん、実はこういうショートカットがあるんですよ、うんうん、そういうのを覚えていくのは多分スキルアップです。なるほど、なるほどね。だから今やってる仕事は果たして自分にとって、うん、レベルアップなのか、うん、それともスキルアップなのか、うん、そこをねうやむやに今までしてたんで、うん、多分ねレベルばっかりグーッと上がってる感じです、うんうん、だからちょっとここをねこの差を縮めたいなと、少しスキルアップを図って、うん、レベルに見合ったスキルを身につけていきたいなというのが今年のね目標なんです。具体的にはどうしますか？だからもちろん経験値も必要なんです、うん、だから曲ももちろん作っていかなきゃいけないし、うん、でライブとかもね、うん、まあどこまでいけるかっていうのもまだ見通しは立ってないんだけども、うんうんうん、ライブとかやれば経験値が入るんだけども、うん、プラスそれから少しこうスキルの方にね、うん、流せるように、例えば自分なりにやってない今までやってこなかったことをチャレンジしてみると、うん、挑戦とか、うん、とそっちは多分スキルアップの振り分けになるんじゃないかと。だからなんか、だから動画を編集、うん、
何でもいいんですわ、うん、ギターの練習方法とか、うん、DAW なんかことを起こす時には、うん、それを意識してだからその経験値をどう振り分けていくんですかっていうのをやってみて、うん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 、あこれはレベルアップ用の作業だなと、うん、あこれはスキルアップのために必要なものだからちょっと時間かけてもここの部分は覚えてしまおうと、うんうん、っていうのをやって全体的に数値を底上げ。だから去年一昨年のビルドアップに近いっちゃ近いんだけど、ビルドアップね、うん、したよ。そうそう、あれにねニュアンス的には近いんですよ。いいと思います、うん、全体の底上げね。あきみさんどうですかね。ん俺今年は俺今年ワールドワイドです。ワールドワイドグローバル化的なこと。おおほう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 。もういかんせんほら認定トレーナーですから、うん、エーブルと認定トレーナーの端くれですから、海外の人とも会うんです、うん、はい、いかんせん英語喋れねえのしんどいよ。もう、まあ、急にはペラペラにはなんないけどさ。でも今日ほら俺は1個覚えたからさ。レゾリューションレゾリューションレゾリューション違えその後じゃ通じねえと思う。あそうだ言い方ね。レゾリューションではないよね。レゾリューションレゾリューション、まあ、だそれもあるし、まあ今インターネットで世界中につながれるわけだから、うん、簡単に、うん、まあその次日本語は日本語で面白いけどね、うん、日本の文化を良しとする日本人より意外に海外の人の方が日本の文化すげえなと思ったりするからさ、うん、でもそれは海外の人に聞かないと分かんないことも多いからね、うん、なあまあその辺のなんだろう文化っていう視点からの新しい分野じゃないけど、うん、だから、この前ちょこっと話してああなるほどなと思ったのが日本とか特に東京はいろんなお店があるじゃない、うん、世界中の料理が食べられるじゃない、はい、うん、なんか世界史とか言うよね。ああそうなのね、うん、日本本当かどうか知らんけど、うん、でそれがなんでかって言ったらその人はイギリス育ちだったかな。おだからそのイギリスだとイギリスとかロンドンかな、うん、だと会社終わりました、うん、でパブみんなでパブ行こうよ、うん、でそのパブでちょっと飲んでからじゃあクラブ行こうよが全然普通なことだと。おおフィッシュ&チップスで、うん、あれイギリスだと、うん、だからそれが特別なことでも何でもないと。おでパブ行って知らない人とコミュニケーションを取るのが当たり前と、うん、だから日本のでもそのだから日本でいう食べ歩きみたいな感覚がないと。美味しい店行きましょうあそこ行きましょうとかない。あ、はいはいはい、でそれは日本はそれが成り立つよねって、うん、美味しい店がいっぱいあって食べるだけで時間を楽しく過ごせるってのは、うん、あ日本っぽいよねって言ってて、うん、あじゃあその考え自体がないから、うん、それをやろうとする人がいないんだって食べ歩きみたいなの、うん、美味しい店開拓みたいのさあるじゃんブログだインスタだっていっぱいあるじゃんいないんだって。だからそういうのを聞くとまあだからそれから言ったらクラブ みんな遊びに行くのが当たり前だからヨーロッパだとまあ僕ちょっとそっち系わかんないけど、うん、テクノがどうなのなんだって言ってた時に、うん、そっちが進化するのもわかるじゃん、うん、だから逆に言うと日本には盆踊りがありますから、はいはいはい、ああいうのは逆に海外にはなかったりするわけで、うん、あのお祭りあってもね、うん、みんな集まってぐるぐる踊るのはあんまり見ないよね、うん、ちょっとフェスティバルとは違うよね。ちょっと違うじゃん、うん、だからその話はそういう感覚は海外からすると日本はそこ面白いよねっていうこともあるだろうし、うん、でもそれは知らないと分かんないんでその話をするのにも英語は必要だなと、うんね、まあで、絶対プラスになるので、うん、俺にとってねちょっとワールドワイド掲げて英語の勉強しております。ハンナ・モンタナをいっぱい見てるんです。ハンナ・モンタナっていうハンナ・モンタナ、海外の、うん、ドラマ。あ映画はね2時間あるから勉強にはちょっと向かないのかなあ朝1、2時間時間取れないからね、うんあの朝ドラぐらいの感じでねそうサクサクサクっとねそれはまあほら CM カット分だから DVD はまあ20分
ちょっとぐらい、22、23分だから、まさに朝ドラじゃないですか。ずっと見ながら口でモコ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 字幕を追ってシャドーイングとか言うけどね、はしていますよ一応。ない、そう しないと。はね。なんだろう、日本語と英語の乖離が多分、ほら中の本で読んだけど、うん、言葉の乖離が一番激しいのは日本語と英語とか言うじゃない。だ中国語と英語は近いから、文法的にも近いから、中国人は乖離ね、そう、うん、の方は意外と英語を覚えるの早いとかさ、うん、だからヨーロッパもそうだよね、その文法が、うん、主語動詞何々だからで、ね、日本は一人称自体だって、うん、山ほどある あるし、そうなってくると逆に英語の人も日本語が難しいし、日本語の人も英語が難しいしっていう、その乖離がなんか一番大きいんだっていうような話は前に聞いたことあるんです、うん、ああなるほどねと思って。大変だね英語。でもまあしょうがないよね、うん、だから単語をつなぎ合わせてなんとなく意味を聞き取るっていうのはなんとなくできるじゃない、うん、できる、うん、テイクなんとかなんとか、ああ持ってくか持って行くのか来るのか分かんないけどなんかすんだろうなっていうさ。とりあえずリーディングとリスニングとスピーカー全部だ、ね、1から10万。そう、英語のドキュメントってあれね、書類っていうか、うん、マニュアルっていうかね、情報を得るのも多いから、うん、ちょっと慣れとかないと。今年はじゃあ、あれさ、タズさんが、レベルアップとスキルアップの違いを意識しながら行動すると、うん、で、アキム先生はワールドワイドに、ワールドワイドと単純に言うとグローバル化を意識して今年過ごしましょうと、はい、こんな感じでございますかね、はい、じゃあまた今年1年始まりますんで、はい、もう始まってますんで、もう次2月ですから2月だ、はい、例のあれが始まります、ですね、はい、次回はそこら辺の話になるかと思います、はい、また今年1年もお付き合いよろしくお願いします、ではさよなら。